こんにちは。5月7日朝6時21分の暗号通貨ニュースになりますけども、値動きのを見てみましょうか。ビットコインは相変わらず600万円前後推移していて、611万円で堅調に、価格を、伸ばしていってると思います。私が注目しているのはイーサリアムなんですよね。イーサリアムっていうのは、平均取得なんか随分低くて10万円以下なんですけども、20万円直前にもちょっとした仕込みをしてるんですよ。そして今もうすぐ40万になるんですよね。ですから20万弱で買った時の玉ももうすでに倍の値段をつけていて、利益率 100% を出してるわけなんですよね。でイーサリアムはこれからもどんどん値段上がると思います。なんせね、イーサリアムって7月にガスっていう手数料が安くなるわけなんですよ。そこをめがけての先行買いもありますし、手数料が安くなったら取引が盛んに行われるところもありますので、それによる値上がりも見込めるというところでございます。でもう一つはね、分散型金融がだいぶ認知されてきて、使う人も増えてきて、使ったら使ったでね、ものすごくいいんで、その人たちが広めてくれるっていうことと、資金量を増やしてくれるんですよ。でそれによってイーサリアムはつられて上がるってことが大いに考えられます。これはね、ビットコイン以上の伸びだと思いますよ。で、あとはですね、ドージコインもかなり人気なんですけども、ちょっと私は見てません、すいません。全部ベンチマークできませんから。つまりは自分の資産ができればいいわけですからね、どのコインだろうが。そう考えていくと、昨日決済したリップル、今176円になってますけども、昨日よりは若干落ちたんですけども、私は結構いいポイントで売れたかなと思うんですよ。というのが、これ値上がりしても200円ぐらいなんですよ。だからそれを待つよりも今決済して完全なる利益確定をした方がもういいかなっていうのと、意識がやっぱりね、ずっとリップルにあったんですけども、ここ数年もう今日からリップルのことあんまり見ないし考えないようになりますし、それでいいかなと思いますよね。リップルと私の付き合いはもう昨日で終わりということです。ただ大きな利益も出していただいてますんでね、もう言うことないですね。ありがとうね、リップルね。でエーダですけども、カルダノがついに史上初の180円にタッチしましたね。いや、カルダノも2円とか3円の時にかなり私に苦情を入れた方がいるんですよ。カルダノ全然ダメじゃないかみたいな感じでね、5円で買ったのにどうしてくれるみたいなね、10円で買ったのに含み損じゃないかって言われましたけども、どうですか今見てね。少なくともちょっと年単位で見ないとダメですよ、こういうものは。暗号通貨ね、だから来月の支払いに必要なんだみたいな人がやっぱりね、やるべきものではないです。少なくとも年単位とかで見ていく、10年単位とは言わないですけどね。だから2年3年先を見据えて、そうなったら予測できないでしょ。だから余剰資金でやらないといけないってことになります。体の間180円、今178円ですけどね、随分な利益出してくれてるんじゃないですか。178円ということは、多くの方が抱えてらっしゃる、そうですね、私の場合は178円、わあすごいですね。ちょっと顰蹙買いそうなんで具体的な感覚は言いませんけども、ステーキングに参加された方もかなりこれからね、この体の間の値上がり益とともにステーキング報酬、これ複利ですからね、ものすごく増えるんじゃないですか。で、こちらのカルダノのステーキングに参加してくださった方、ありがとうございます。なんか結局トータルで10億円ぐらい私を通じて集まってるんじゃないかなと思いますし、このね、10億円ぐらいの皆さんの資金が、すごい形で増えていくなと思ったら、私もワクワクしてますね。ただどんなことが起こるか分かりませんから、カルダノエーダ買ってステーキング参加したから人生の問題は全部解決と思わないでくださいね。で資金は他でも作っていきましょう、これをやりつつ。で私もそうなんですけども、カルダノエーダが2014年ぐらいに買って私の中にあったんで、だから大胆にいろんな投資とか商売に出れたってところもありますからね。でもうだいぶ興味が薄れちゃったんですけども、ジンフィネットワークで見てみましょうか。ジンフィネットワークで稼がなくてももういいやって感じにはなってきたんですけど、93円で今12円ですか。ジンフィネットワークの適正価格はあれからリサーチしてないんですけど30円から40円ですからね。だから今買っといても全然いいわけなんですけども、ただ10円超えたらもう買わない方がいいです。リスクが大きくなりますから。10円以下だから私買うことを勧めてたんですよ。やっぱ桁が変わるとね、だいぶ変わってきますから。ジンフィネットワークね、とってもいいものを見つけられてるなと思いましたけども、まだ値上がりはすると思います、当然。ただもう私自身そこまでもう興味がなくなってきましたね。もう利益確定が進んでるわけですよ、今私は。でイーサリアムをしっかりと掘り込んでいって、イーサリアムの100万円になるまでのロードマップをね、これから私も見ていきたいんで、ジンフィネットワークにねちょっとかける労力がなくなっちゃいそうですね。一時期みたいにあんまり調べなくなっちゃいましたからね。はい、ということで本日の
暗号通貨ニュースは以上でございます。昨日私が XRP を大量決済したんで、多少値段が下がりましたね。まあここまで影響なくてよかったと思いました、本当に。私としては結構大きな金額だったと思うんでね、市場から考えたらそんなでもなかったかなというところでございます。それじゃあ、ありがとうございました。